ジョーリン・ターナーは、アメリカ人の歌手、アメリカ合衆国ニュージャージー州、発見作出身。本名、ジョゼフ・アーサー・マーク・リンキーと、ハードロックバンドであるレインボー在籍時の作品で、知られる。ターナーは、かつて、ジャズロックバンドであるファンダンゴのフロントマンを務め、またイングベイ・マルムスティーンが率いるライジング・フォース及びディープ・パープルと、ごく短期間だが、共同作業を行っている。 1990年代半ばから、ターナーは自分のソロ活動を追求する一方で、同時に様々な音楽グループにも加わり、作品を残してきた。ターナーは2014年9月現在、マザーズ・アーミーから発展したレイテッド X のボーカリストである。彼らのアルバムは2014年11月に発売される予定である。ジョーリン・ターナーこと、ジョセフ・アーサー・マーク・リンキーとは、 イタリア系アメリカ人の家に生まれる。高校生の時、ターナーは、エズラというバンドを組み、自分たちのオリジナル曲やカバー曲を演奏していた。子供の時はアコーディオンを弾いていたが、その後典型的なリズムブルースに興味を持つようになる。そして、10代前半でギターを弾きこなすようになった。ターナーに影響を与えたのは、レッド・チェッペリン、ジミ・ヘンドリックス。 フリーといったアーティストたちだった。1976年、ターナーはファンダンゴに参加し、初めてバンドの持つ全国的な影響力というものを経験する。このバンドは、リズムブルース、ポップス、カントリー、ジャズ、そしてメロディアスなロックをミックスしたバンドだと、形容されていた。ターナーは、ファンダンゴの4枚のアルバムすべてで歌とギターを担当している。 ファンダンゴは非常に多くのバンドと一緒にツアーをしたが、そうしたバンドの中には、オールマンブラザーズバンド、マーシャルタッカーバンド、ザ・ビーチ・ボーイズなどがいた。ビリー・ジョエルとも一緒にツアーで回っている。ファンダンゴが解散した後、ターナーにイギリス人ギタリスト、リッチー・ブラックモアから電話がかかってきた。これはオーディションへの誘いの連絡で、結果としてターナーはすぐに、 レインボーのメンバーに加入することになった。レインボーはターナーが加入する以前はヨーロッパと日本では人気があったもののアメリカでは同様に人気を獲得しているとは言えない状態だった。ターナーの加入によってよりポップス志向が強まりその結果アメリカで一気に成功を勝ち取ることになった。ターナーが参加したアルバムの中からの何曲かは1980年代初期から 中期にかけてロック専用のラジオ曲のチャートでトップ20に入っている。ストーンコールドはトップ40入りしたレインボーの最初の曲で、この曲の PV は MTV でヘビーローテーションとして放送された。ターナーはレインボー名義でのスタジオ録音のアルバム3枚に参加している。アイサレンダー、闇からの一撃、ストリート・オブ・ドリームズである。アルバム、ストリート・オブ・ドリームズからは、 同名のシングルが発売された。レインボーは1984年に解散する。1985年、レインボーの解散後、ターナーはソロアルバムを発売する。レスキューユーはクイーンやカーズとの仕事で知られていたロイ・トーマス・ベーカーのプロデュースで制作された。ターナーはほとんどの曲をホリガーのキーボーディスト、アルグリーンウッドと共作している。1枚目のシングル曲、 エンドレスリーはラジオと MTV で繰り返し放送された。その後、ナイトレンジャーやパッド・ベネターとのツアーを行い、また、テレビ映画ブルーデビューに出演したりしている。1987年には、ターナーはマイケル・ボルトンのアルバムイザナイの夜でバックコーラスに参加している。ターナーの声が聞ける曲はホットラブとジーナの2曲である。 1988年には、イングベイ・マルムスティーンのライジング・ホースに参加し、アルバム、オデッセイを録音している。このアルバムの発売後、短期間のツアーに出ているが、その際に、レニングラードでコンサートを行い、これが録音されて、トライアル・バイ・ファイヤー、ライブ・イン・レニングラードとして発売された。しかし、1989年中に彼は、ライジング・ホースを離れ、 ディープパープルに参加する。アルバムは1枚だけ、スレーブズマスターズを録音している。このアルバムはビルボードで第87位まで上がり、発売後の1991年に行われたツアーは比較的成功したものになった。しかしターナーはディープパープルも1992年後半に脱退してしまう。その後、プログレッシブロックバンドである。 マザーズ・アーミーと3枚のアルバムを制作している。ターナーは主に1990年代半ばからソロ活動を行い多くの成果を上げている。ブルガリア人ギタリストのニコロ・コッチェフ率いるフィンランドのロックバンドであるブレイズン・アボットとの共演、ヒューズ・ターナープロジェクト名義でのグレン・ヒューズとの共演などである。ターナーはニコロ・コッチェフのロックオペラ、 ニコロ・コッツェフノのノストラダムスにも参加している。2005年にはターナーは、ロシアのスタジオプロジェクト、マイケル・メンプロジェクトのアルバム、メイド・イン・モスコーにも、グレン・ヒューズと共に参加した。2006年には、非常に音楽的に成功した、スタジオプロジェクト、サンストームに参加し、ドイツのロックバンド、ピンク・クリーム69のベーシスト、デニス・ワードと共演している。ターナーは、ボイス・イズ・オブ。 クラシックロックのゲストを務めている。ターナーは、オーストラリアのバンド AC、DC のボーカリスト、ブライアン・ジョンソンと共に、クラシックロック・ケアズ・チャリティツアーで主演を務めている。2006年8月4日には、日本の東京芸術劇場で、新日本フィルハーモニー公共楽団と共に、レインボーの楽曲を歌うという特別公演を行っている。2008年、ターナーは、 オーバーザレインボーを結成した。このバンドは、元レインボーのメンバーであるキーボーディストのポール・モリスと、リッチー・ブラックモアの息子ユルゲンがギターを担当する、トリビュートバンドである。ターナーは、ツアーバンドである、ビッグノイズのメンバーの一人を務めた。このバンドは、ギタリストのカルロス・カバーゾ、ベーシストのフィル・スーザン、そしてドラマーのビニー・アッピスというメンバーで、構成されていた。ターナーは、 ノルウェーのグループ、ヤン・ホルバーグプロジェクトに加入している。このバンドは2011年にスタジオアルバムである、センス・オブ・タイムを発売している。2012年夏、スウェーデンで行われたゴールデン・タイムズ・フェスティバルで、ターナーとレジェンズ・ボイス・オブ・ロックが共演している。2013年、ドイツのヘビーメタルバンド、アバンタシアのアルバム、ミステリー・オブ・タイムの数曲に、ゲスト参加している。 このアルバムは同年3月に発売された。2013年の3月と4月には、ラスベガスの LVH ホテルとカジノで行われたショー、レーディング・ザ・ロック・ボルトに特別ゲストとして出演している。ありがとうございます。